皆さんこんにちは、こじこじです。今回は先月ハードオフで買ってきたもの紹介で紹介しました、こちら音響のサウンドカード SE-200PCI-LTD 動作確認します。こちらのサウンドカード価格なんですけども、こちら1080円で購入しました。こちらのサウンドカード発売当初は高品質、高音質、高価格ということでね、かなり話題になりました。1080円ということでね、もしかしたら壊れているかもしれないんですけども、ただこちらのサウンドカード PCI 対応のねサウンドカードということで、今マザーボードにねPCI スロットがないマザーボードも多いかと思います。スカイレイク以降の CPU だと PCI ネイティブに対応してなくて、また PCI スロットもないマザーボードも多いので、この価格なのかなということで僕は購入してきました。ちなみにこちらの音響のサウンドカード高品質と言ったんですけども、今でも対応する 192kHz の 64bit ハイレゾ対応のカードとなっています。はい、正面にねコンデンサーたくさん乗ってるので、音はねかなり期待できるんじゃないかと思います。それではちょっとねカード見たいと思います。カード本体なんですけども、このような感じでコンデンサーがねたくさん乗っていて、かなり圧倒される感じがあるんですけども、どのコンデンサーもね膨らんでるとか液漏れしてるとか、そういった感じはパッと見なさそうです。ただちょっとコンデンサーの隙間にねホコリが詰まっているので、エアダスターでね綺麗にしてから使いたいと思います。で、後ろ面ですよね。後ろ面なんかちょっとね色が黄ばんでいるというか、ホコリが若干蓄積している感じがします。この辺りとかねちょっとホコリがね積もってる感じです。で、この辺のチップもなんか色がねおかしいんですけども、使用による経年劣化なんでしょうか。それでは動作確認したいと思います。それではサウンドボード搭載していきます。サウンドボード今多分 PCI Express のものが主流になると思うんですけども、自作 PC 初心者の方、PCI カードと PCI Express のカードには互換性がないので注意してください。はい、ということで搭載できました。ネジ締めちゃいたいと思います。はい、こんな感じでね、搭載完了です。ちょっとグラフィックボードとね、近いかなって感じがします。ドライバーを当てようと何とか試みてるんですけども、一応マルチメディアオーディオコントローラーという名目でね、はい、見えています。で、セットアップですね、セットアップを行いまして、まあ、うまくインストールね画面は来ているんですけども、なぜかね失敗しちゃうみたいで、フェイルがね出るんですよね。Fail to install components ということで、はい、インストール失敗しちゃって正しくドライバーが当たらないような状況です。 Linux のライブ USB で調べてみたところ、一応認識はされているのは間違いないです。使えることには違いないんですけども、なぜか Windows だとドライバーが当たらない感じです。ということで今回はハードオフでジャンクで購入しました音響のサウンドカード SE-200PCI-LTD 動作確認してきました。 Windows 機に挿したところ、マルチメディアなんちゃらというふうに認識はされているんですけども、ドライバーがね全く当たらなくて、途中でねインストーラーが止まっちゃっている感じになります。 Linux のライブ USB で一応 LSPCI でねデバイスちゃんとね見えるか確認したところ、このちゃんとビアのチップがね確認できたので、一応デバイスとしてはね動いているのは分かったんですけども、それ以上確認ができません。久しぶりにハードオフで買ったジャンクが動きませんでした。こんなねサウンドカードなんて挿してねドライバー当てればすぐ動くと思ってたんですけども、動作確認もままならないということで、今回ちょっとなんかミスちゃったなという感じです。ということで今回の紹介は以上です。ご視聴ありがとうございました。皆さんまた見てくださいね。
バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。この動画が面白かった方、僕に興味を持ってくださった方、上にね、チャンネル登録ボタンがあるので、チャンネル登録していただけるとモチベーションの方上がります。また、こちらとこちらに関連動画があるので、よろしければ見ていってください。皆さん、また見てくださいね。バイバイ。